今回は天体の名前のアトラスから裏切り者を特定したことに対する読者の反応集を紹介します。とりあえず現在のサテライトの状況、よくよくゼッカ、ピクタゴラス東部の御堂さ、アクリリスゼッカ、聖釈迦射殺、総エジソン反壊、某アトラス不明ロビン、チョッパーと行動。こんな感じだけど裏切り者誰だ、そもそもサテライトが犯人じゃないとか。既存のキャラだとサテライトの誰かが関わってないと CP たちを捕まえたりはできないと思う。内部犯は確実にいる。消去法で行くならアトラスなんだけどな。消去法でアトラスかな。東部は無事なピタゴラスかな。ベガパンク探してた時わざとらしすぎることにならない。確かに今週ゼッカ免れてそうで怪しくはあるんだけど。アトラスとヨークの2強だと思う。個人的にはヨークは制御できないってのが伏線だと思ってるからヨークかな。アトラスだとじゃあなんであそこでルッチに突っ込んだ、っていう疑問が生まれるな。下手したらあそこで死んでただろ。アトラスは無謀にもルッチに挑んで下手したら死んでたからな。裏切り者だとしたら行動がアホすぎる。なんか全員何かしら犯人否定要素があるんだよな。これ本体が知らないサテライトが犯人とかないよな。今週サイファーボールがお前が犯人か、と釈迦に問いかけてるから誰に幽閉されたかは知らないんだな。まあ考察班頑張ってくれ、全くわからん。スチューシーとも思ったけど明らかに CP の監禁に関しては内部犯だしな。おそらく同一犯であろうフロンティアドーム解除についてもスチューシーは疑問符浮かべてるから知らないんだよな。カメコを破壊して回ってた人影もあるしな。アトラスだと思う。理由はこういう味方っぽいキャラが犯人だったら個人的に燃えるから。乾燥スレの方に一味とベガパンクの現在位置乗ってたけど、A 棟地下にある研究室に向かう釈迦に気がついて終えるのは、同じ A 棟で同行の描かれてない 2F のアトラスの可能性高くないかとは言われてた。サターンの衛星がアトラスらしいからサターン星アトラスなのかな。アトラスサターン XV アトラスは、土星の第15衛星である。確定じゃん。なんかみんなちょいちょい怪しい行動してるんよな。一見白の釈迦もゾロがセラフィムがキングに似てると気づくまでルナーリア族の特徴について教えないと消極的な行動をとってる。ベガパンクがルナーリアの炎を完全解明してないままその性能に目をつけて使った可能性ある。麻酔と同じでどういう仕組みかよくわからないけど使ってて。だからゾロが背中の炎消えた時ならダメージ通ると発見したこと自体がすげえレア度の高い出来事とか。麻酔はその作用機序が完全解明されておらず効果の出る量やタイミングは判明してるけど詳細がよくわかってない。知らなかったんならゾロが背中の炎について解説した時釈迦はすぐ近くにいたから何かしらリアクションしそうなものなのに特に何も反応なかっただよな。長年謎だったことが解明されたらもっとなんかリアクションしていいだろ。言われやそうか。釈迦に悪意や隠す気がないのだとしたらあらかた推定はついてて実際に対峙した人間から実体験の確証が出たくらいのものか。ステラの居場所に心当たりがあってそっちに気を取られてたくらいかな。ふと思ったが釈迦は確かみんなそうででベガパンクとボニー探してる間にボニーの居場所をとっくに捕捉してたのに。周りに伝えてなくてルフィに言えよ、されてたのでルナーリアの情報を知ってるか否かに関わらず。伝える気持ちが悪意なく薄いし未知情報でももともとリアクション薄めなのかもしれない。結局一日一回の同期でベガパンク間での情報共有はされるわけだしわざわざ情報を伝えるっていう意識が薄いのかもしれん。釈迦が出血してるのもアトラスの説明やピタゴラスの状態と矛盾する気がするんだよな。どっちかといえば裏切り者というより釈迦が異分子な気がする。よく考えると釈迦も他のアトラスたちと同じメカ構成なら死んでもまたは壊れても作り直せばいいだけなんだよな。それで人格の同一性が保たれるかは知らん。だからエップヘッド編冒頭で釈迦がドラゴンに言ったのは、ベガパンク全体でもステラのことでもなく釈迦自身の死が近いという告白で、おそらく釈迦をリブートできない何か理由があってそれが生身であることとか。釈迦、リリス、セラフィムに命令できなかったイコール襲撃命令を出したベガパンクとは別人。エジソン、物理的に大ダメージを受けた。ピタゴラス、頭部は無事な程度のダメージしか受けてない、命令が通じないとは言ったが命令した描写なし。ヨーク、外傷なしで安全に襲われたように見せかけた可能性。アトラス、現時点の状況が不明、セラフィム4体は全て別のサテライトを襲撃。順当に怪しいのは下3人か。ここまで来たら例の神の騎士団の先方が顔出すんじゃないかとすら思えてきたな。それかセラフィムか何かしらのロボットかの反落か。アトラスは姿変えられる。ベガパンクの脳本体じゃないの。オーデスゲームの手法で一度死んだと見せかけてそれはおとりで本人は裏側で好き放題動ける時間を確保するみたいなのをやってたが、アトラスも一度壊れての部分が当てはまりそうなんだよね。まだ人間性の見えてこないヨークちゃんが怪しいがここはあえて全員裏切り者で行きたい。仮に犯人がアトラスなら頻繁に外界で資金調達してるっぽいリリスの目を盗んで CP を空から拉致したのか。リリスと下手したら釈迦の目まで潜ってる可能性があるのか。
ベガパンクのクローン実験の過程で生まれたサテライトの前段階の失敗、体の一体が廃棄処理をくぐり抜けてエッグヘッドのどこかで潜みながら知識つけて暴走してるパターンは、ステラとサテライト6体が全員消えたら自分が真のベガパンクになれるとか、自分を捨てたベガパンクへの復讐的な感じとか、一応ベガパンクのクローンだからセラフィムはベガパンク認識で命令できるってことにしたら、意見順位の件も問題ないし、ラボ内のシステムに精通してるのもわかる。エッグヘッド序盤の人の欲は制御できないってセリフが伏線になってる可能性あるよな。アトラスが復旧した時にパーツを付け替えたとか言ってたし、その時に細工されたとか、どうせ新キャラベルゴの時と同じ。エジソンのツッコミ好き、関西弁だからか新鮮。波とエジソンのボケツッコミコンビ良かった。キレッキレの漫才みたいで笑った。吹き出しの中のピタゴラス可愛い。サテライトのデザインみんな好きだわ。よくずっと可愛い。石化しちゃった。これエススネークしか解除できないんだよね。ベガパンクが寝たくなったり飯食いたくなったり排泄したくなったりしたらどうするんだろう。欲が石化するのってどんな感じなんだろう。エジソンの反応からするに代わりにやってもらってるだけで全員欲求は感じてるみたいだぞ。釈迦が今後トイレに駆け込むかもしれないと思うとなんか面白いな。ルフィ、ゾロ、釈迦三人の並び好き。釈迦の後ろ姿かっこいいな。ほんのり猫背なんだろうか。みんな個性的で本当にいいキャラしてる。これがベガパンクの意図したものならそっちの方面でも天才の仕事。ベガパンク本人がデザインしてても愛を感じるし、今週アトラスが言ってたみたいにサテライト本人が自分で顔や姿を設定してても微笑ましい。エジソンの脳の回路とかリリスの頭部もぎ取ってやろうかとか発言が物騒なんだけど、ちょっと機械的な感じなのも良い。ここには性格があるんだけど結局はロボットなんだなって思う。ここ一緒に突っ込んでるのも可愛いよね。エジソンは基本突っ込み担当なのだろうか。2コマ目のピタゴラス、ちょっと美形な顔つきしてて好き。悪なのにレーザー撃たれたエジソンを心配したり、今回の話で落下する一等身ピタゴラスをキャッチしてあげたりするリリス好き。ピタゴラス、登場シーン9割くらい汗飛ばしててほんと可愛い。リリスもなんだかんだ言って釈迦が大怪我したら泣く気がする。ピタゴラス無事でよかった。頭部と胴体が分離できるのは便利よね。釈迦が意外とボケ寄りだったの面白い。サテライトたち本当に良いデザインで好き。コミカルな近未来感あるロボいいよね。それぞれ外見の方向性も違うから見てて楽しいし、ベガパンクの趣味ならいいセンスしてるわ。うんこ中に石化とか言われてて草生えた。リリスとウソップと同じリアクションしたやついる。はい、ここいます。はい、石化。これはしゃあない。ここのコマみんな可愛い。ロリコン、じゃなくてもダメか。ロリコンじゃなくても引っかかるわ。表情や動作そのものもさることながら自分の強みを自覚した上で最大限に引き出してくるところがめちゃくちゃ好み。小田先生のロリキャラの中でもトップクラスに好きになった。ウソップの魅了と恐怖の間の表情がなんか物悲しい。石化したくせにどうやって書き込んでやがる。実はオダッチが描いてないだけで同じリアクションした俺もそこにいるんだ。わずかでも好意を持ったらアウトな、メロメロとハンコックとのシナジーが凶悪すぎる。可愛い子供がウィンクしてきたら誰だってこうなる。